おはようございます。釣り子 TV です。これね、家を整理してお掃除していたらですね、うん十年前に買った、もう25年ぐらい前かなに買ったアンクルジョッシュのポークが出てきました。で、今日ちょっとこれをね、開けていきたいと思うんですけども、まず見て水分がないんですよね。で、なんか中にコロッというね、なんか塊が確認されるんですけど、こんな感じね。もうね、ポークルアーってなかなか手に入らなくなりましたけどね。まあ昔はよく釣り具屋さんにいっぱい売っていて、で、ラバージグのトレーラー、冬場の釣りなんかには、柔らかさが硬くならないポークがおすすめだよなんていうのがありまして、じゃあ俺もポーク買ってみようって言って、小学生ぐらいかな、中学生ぐらいかな、もう結構うん十年前ですけどね、買ったんですよ。で、まあ適当には使っていたんですが、そのまんま家の奥地にしまわれていき、でね、うん十年の時を超えて今ここにこうやって現れたんですけど、中の液体がないんですよね。なんかすごい音してますけど、コロンコロンってあってね、まあいつか動画始めてね、あのポークが見つかったら開けてやろうと思ってたんですけども、ついにね発掘されたので、今日これをじゃあ開けていきたいと思います。このね、蓋のあたりが歴史感じさせるでしょう。なかなかサビと何ですかね、このなんか固形のなんか粉的なものがねできてるんですけども、まあ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 、そんなに引っ張ってもしょうがないんで、じゃあ早速ですね、開けていきたいと思います。硬いぞ。ういー、何が、はい、開封。なんか塊が、匂い嗅いでみますね。臭くはないんですけど、なんですかね、油の匂いですね。うん、そうだ、ラード、なんか油のような匂いが、立ち込めております。これこんなことじゃなかったと思うんだけど、はい、うん、出てきました。はいね、もう熟成を超えてねえ黒い塊となったポーク、これがね20年ぐらいほっとくとね、ポークこんなことになるんですよ、こういったことなんですね。慎重に開いていってます。毛が生えている、毛なのかな、なんだろう。はい、出てきました。こんなことになっております。ねえ、形はまあまあ、あ、そういう感じだったのかなという形になりますが、なんかあんまり変に触るとポロッと崩れちゃいそうなんで、はい、20数年前ですねぐらいの月日をかけて熟成発酵というか、なんていうんですかね、ほっておくとポークルアーはこういう風になりますね。で、これね、まだ液体のあるポークね、ポークいくつか持ってるんですけど、蓋の感じも最後の方はこういう感じでプラスチックに変わったんですね。アンクルジョッシュも昔はこういう感じの、なんというか瓶詰めっていう感じで金属の蓋がついていたんですけど、やっぱり、しばらく経つとこうなっちゃうよっていうことからですかね、後半の方はこんな感じのプラスチックの、蓋に変わってますね。サンライズで買ってます。
ますね。ブラックって書いてありますけど、サンライズももうなくなっちゃいましたからね。すごいいい釣り具屋さんだったんですけども、よく通っておりましたが、サンライズで買った、フォークね。これは、はいはい、これもね、まあなんか粉吹いてますけどねだいぶ、時代が経ってきましたが、まだね液体があるんでね、こんな感じで、うん、ペローンとね、いい感じの、よくねこの皮のところをトントン叩いたり、いろんな薬品を入れたりしていかに柔らかくするかなんていうのがね、ブームでしたけども、まあこれは今でも本当釣れそうですよね。全然、使えちゃう状態で、何にしろこの、あ、でもだいぶ液体少なくなってきましたね。この液体が肝っていうことで、これが本来の、まあ、ポーク、これが年代物のポークっていうことで、こんな感じでね、だいぶもう硬くてね、プラグみたいな状態になっておりますが、というわけでこいつはね、この中に入れてやります。これでね戻るのか、まあ戻るんだと思うんですけど、これでまたねしばらくね、その時まで、漬け込んでおきたいと思います。でこいつはもちろんね、もったいないんで、この中でしっかりと、もうなんか手がね、このすげえ感じ、くせえなになってますけど、はいはい、この中に封印して、でこれはね、せっかくね、このヴィンテージみたいな感じの瓶なんでね、後世に伝えていくためにまたねこれ封印して、中何も入ってないですけどね、取っておこうと思います。今ね買おうと思っても、この昔ながらのポークの瓶なんてなかなかもう手に入らないんですが、煙が立ちましたけどね、はい、というわけでね、まあ、こんな感じでちょっとこっちの液体入りの方に入れて、ちょっと戻していきたいと思いますね。匠漬けじゃないんですけど、なんか、はい、でこれは、こんな感じで開いたら中に、ゾンビじゃないな、あれミイラですね、ミイラポークが入っていたよということで、アンクルジョッシュということで、はい、というわけで本日の釣り子 TV はですね年代物のポークの瓶が出てきたんで開封してみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。